イーチニャウクライナにおけるイーチニャの位置。イーチニャ、イチニャは、ウクライナのチェルニーヒウ州イーチニャ地区にある都市。イチーニカ川菓子に位置する。面積は、約16.16 16キロ平方メートル。人口は16,400人。イチーニカ川の池から見える復活制度、イーチニャという使命は、チュルク語の、水飲み場に由来する。14世紀に集落として創建された。 16世紀半ばに、町となった。1590年から、コスチャンティーン・ビシュネベーチクイ校の支配下に置かれた。1648年、フメリニツキーの乱の時、イーチニャ町人は公に反旗を翻し、コサック反乱軍に味方した。1648年から1649年までの、イーチニャはコサック国家、イーチニャ連隊の連隊長所在地であった。 その後、プルイルークイーレンタイイーチニア100人隊の100人隊長、所在地となった。18世紀にイーチニアは裕福なコサックであった、ハラハン家によって支配された。18世紀末から19世紀にかけて、ハラハン家の資金によって4つの教会、4つの学校、2つの酒造工場、布工場、レンガ工場、小山寺を工場、郵便局、図書館、病院が建てられた。 1957年に市政志向によりイーチニャ町はイーチニャ市となった。ソ連時代に復活制度以外の教会は共産党によって著しい被害を受けた。ありがとうございます。